シャーリル一尺は、マレー系シンガポール人のサッカー選手である。シンガポール代表であり、2012アフスズキカップでは、MVP を受賞したほか、アフ最優秀選手を翌年に受賞している。ポジションは、セントラルミッドフィールダーであるが、ストライカーやウィングとしても活躍する選手である。バイハッキカイザンや、ハッサンサニー、カイルルアムリと同様、シャーリルは2000年に、 シンガポール国立フットボールアカデミーの第一期生となった。卒業後はヤングライオンズに所属し同年英代表デビューした。後にホームユナイテッドに移籍した。2010年にはインドネシアのペルシブバンドンに同じ代表であるカイザンと共に移籍した。ホームユナイテッドでの最後の試合となった2010年9月21日の タンピネス・ローバース FC 戦では2点を挙げる活躍をした。その後5試合を残してインドネシアに渡った。この年、彼はホームユナイテッドで17得点を挙げる活躍をし、同年の得点者、ランキング3位につけている。ペルシブ・バンドンには6ヶ月所属し、2011年3月、インドネシアプレミアリーグに所属するメダンチーフスに1年。 38万ドルの契約で移籍した。18試合に出場し、5得点を挙げたが、1年経たないうちにシンガポールへ帰国、同年12月に新しくできたシンガポールライオンズ12へ移籍し、2013年度にはマレーシアスーパーリーグを制覇した。その年の末にマレーシアスーパーリーグ所属のジョホール、ダルルタクジム 2FC に4年契約で移籍し、 背番号17を与えられている。昨今のシンガポール代表では最も組み立てるミッドフィールダーとして対等しており、19歳の時の2003年3月4日に、モルディブ代表戦で A 代表デビューして、以来、同国代表の心臓として活躍している。また、A 代表の他にも U-23、U-18、U-16 でも代表経験があり、 U-23 代表として2007年の東南アジア競技大会を率いて銅メダルを獲得している。その他、2004年、2007年の東南アジアサッカー選手権では、同国の優勝に大きな役割を果たし、2005年の東南アジア競技大会や2006年のアジア競技大会にも参加している。ムハンマドリードファン、バイハッキカイザン。 ハッサン・サニーの3人と合わせて、シンガポール協会ユースのヨン・ミャングと称され、10代の頃から共にプレーしている。代表では、ラドイコ・アブラモビッチ監督のもと、中盤の様々なポジションを熟すようになったが、彼は2004年の後半には、セントラルミッドフィールダーとして定着した。2010年8月には、シャーリルは代表のキャプテンとなり、東南アジアサッカー選手権では、 自らの所属するライオンズ12の一員として参加している。また現在、シャーリルはフィファセンチュリークラブの一員となっているシンガポールライオンズ12シンガポール。ありがとうございます。